27日、日本時間28日、ダイヤモンドバックスさんボパドレス、フェニックス。パドレスのダルビッシュ有投手、38、が先発し、5回3分の1を投げて3安打3失点で今季7勝目、3敗、をマークし、日米通算203勝として歴代1位の黒田博樹に並んだ。ダルビッシュ聖子さん、かわいい、オフの夫、写真。 いきなり4点の援護をもらった1回こそキャロルに先頭打者本塁打を浴びるなど2点を失ったが、2回は3奪三振と奮闘、3回も三者凡退で流れを立った。5対2の6回1死で死球を出し、1塁に走者を背負った場面でエストラダと代わって退いた。その後、ダルビッシュが出した走者のグリエルが生還。ダイヤモンドバックスに1点を返されたが、 以降は反撃を許さずに勝ち切った前日のドジャース戦でナ・リーグ西地区の優勝を逃したチームはワイルドカード1位が確定し10月1日に開幕するワイルドカードシリーズは本拠地でワイルドカード2位を迎え撃つことになった。